どうもダイ助です今回は最初から自信のある人間なんてごくわずかだよとだからいやー僕私自分に自信がないんですっていうふうに、まあ、かつての大之助のように思っている方々全然不安がらなくていいです安心してください人間は行動次第でいくらでも自分を変えることができるんですよということをお話ししていきますでまあ僕の友達でもすごいまあ運動もできてユーモアセンスもあって人も集まるような そしてて地ももいいもいいようなで奥さんもいるる幸せな家庭を持っている僕の大好きな親友がいるんですけど彼なんかずっと自自自信信ががなないいいいっってててう風に言ううににに分持言んですよねで彼、まあ、野球部のピッチャーでエースだったんですけど僕は彼のこと勝手に大好きなんですけどいやまあそういう謙遜しているところも僕は彼好きなんですけどいやもう何の話聞かされてるんだっていうふうに思うかもしれないですけどであ何のお話がしたいかっていうとまず最初に結論をお話ししたいんですけど結局日頃努力してない。 自分のことを信頼できないのに信頼できる要素を積み上げてないのに自信が持てるわけねえじゃんって話なんですよね。で、まあ、努力を積み重ねて外付けの能力を先天的に生まれつき能力があるとかじゃなくて自分が努力した結果あのなんか資格試験取得しましたあの資格を取得しましたとか,なんか副業でこういう成果が出ましたとかあのまあボランティアでこういうあの人の役に立ちましたとか。 運動を習慣化することによってスタイルをよくできましたとか自分が頑張ったことによって試行錯誤したことによってこういう成果が出ましたっていう風になったらお前頑張ったじゃんっていう風にもう一人の自分が自分のことを褒められるようになるわけなんですよねそういう風に自分との約束を守り続けたら自分を信じれるようになるわけなんですよ皆さんも友人とか家族とかこ,いこの人信頼できるなっていう風に思う人って約束守る人じゃないですかあの。 平気で約束を破る人とか信頼できないですよねで自分のことを信じれるかどうかっていうのも全く同じですよ今日こそ運動するぞ今日こそ副業するぞ今日こそ本を読むぞっていうふうに思っていてもまあ今日はいっか今日ぐらいお菓子食べちゃえっていうふうに思ってたらそんな人間が自信持てるわけないじゃんって話なんですよだからこそこれ別に責めてるわけじゃなくてうわぐっさー自分そうなんです怠けちゃうんです自分に甘いんですっていうふうに思うかもしれないですけど そういうい自分に甘いことを理解しているからこそ自信持っててないのは別に悪いことじゃないんですよむしろ自分に甘いのに、まあ、別にいいっしょっていうふうに「うんけど俺なんとかなるし」みたいなふうに努力してない行動してない分際で根拠なく自信を持っている人間よりは全然救いがあるからあの怖がらなくていいですよって話なんですよね。であの僕みたいに内向的で人見知りで何の能力も持たない人間ですら。 そして誰からも嫌われたくなくて八方美人に振る舞っていじめられっ子だった僕ですら、まあ、自信持ってるというよりはこのダメな自分を、まあ、別にいいよねって、まあ、あ,のありのままの自分を失敗する自分を受け入れられるようになったし人間関係に執着がなくなって、まあ、あのも,ともともと、まあ、人間関係構築とか苦手で小学生の頃とか家帰って毎日友達の作り方とか調べてたような人間が、まあ、職場だろうが。 いろろんんななな社会会人サークルととかかだうが嫌飲みでも、ね、別にこいつに嫌われたところで俺の居場所他にもあるしって地元の友達とかさっきお話した自分の親友だったりとかねとか、まあ、社会人の、まあ、職場の数少ない信頼できる人とか数少ないっていうかあの、まあ、同じように副業を頑張ってる仲間とかあの動画上で僕にコメント寄せてくれている応援してくれている人とか、まあ、家族とか。自分には あの居場所があるからお前ごときにあの嫌われたところで全然あのお前の代わりいるしみたいななるわけなんですよね。っていうふうにまああのアドラー心理学じゃないですけど嫌わわれるる勇気を持つことが僕ででですすらできよようにななったわけなんですよだから皆さんもあのまあ自分は信じなくていいけど自分の積み上げたものを信じられるようになったら自信が持てるようになるんですよということをお話ししたいんですよね。人間はは自分を変えるのの何歳からででも遅くないので もう今更三十代だから大之助ケ二十代でしょ。いいなーっていう風うに思うかもしれないけど、このままあと六十年ぐらい何も変わらずに寿命を終えるよりは、そっか自分は変わった方がいいんだ。自分を変えたいという風うに思ってるんだ。よし三十半ばだけど今日から頑張るぞっていう風うに自分が今というか今まで歩んできた道が良くなかったっていうことに気づけるだけで大きな前進なんですよ。僕だってその読書とかあの嫌いで二十歳から読書にハマったわけなんですよね。 学校の勉強とかかもも嫌いで成績も低かったしそんな人間があ,あ今まで勉強から逃げてたなと学ぶことってこんな面白いじゃんっていうふうに5年ぐらい前に思ってそれから自分の人生が少しずつ変わってったわけなんですよでまあこれまで無駄にしてきたっていう言い方はあんまよくないかもしれないけどもっとこあのもっと効率的にというかもっと自分のために自分の人生使えたのにちょっと無意にしてきた時間とかも多かったわけなんですよね僕にとってはねけどもう自分は 人生の序盤つまずいたからいじめられたから人生終わりだっていうふうに不適されるよりもこうやって自分の考えをしゃべることによって自分の大事な人たちの力になれたりとか、まあ、この画面上でそのお互い顔も知らないような皆さんの力になれてるかもしれないっていうふうに思ったら僕は行動してよかったなっていうふうに思ってるし、まあ、自己満足なんですけどね何が言いたいのかっていうと人間は何歳からでも変われると今からでも遅くないんですよっていうことを もう先に結論としてて言っておきたいですで、まあ、最初から自信のある人なんて根拠なく自信を持てる人なんて少数なんですよね。でちょっとね、まあ、僕みたいにいや自分に自信を持てないんですっていうふうに思う人たちは多分必ずもう人生でまあ何百回も経験したかもしれないですけど「お前考えすぎだよ」とか「もっと自分に自信持てよ」みたいなふうになんか体育会系のなんか年上の先輩とかおっちゃんとかが背中叩いてきたりとか自分の 苦しいのとかも「ああはいはいそういう悩みねそういうのはこういうことしたら解決するんだからはいはい行ったいった」みたいな風に言ってくるやつとかいません僕だけですかねそんなことないですよね。であのもっと自信を持てよっていう風に言ってくるやつ俺めっちゃ嫌いなんですよね。そのきれい事というか、まあ、相手の気持ちを考えてないというかなんつったらいいのかなその何も事情を知らないやつが根性論を押し付けてきても解決するはずないじゃないですかっていうことにも気づけない。 そういう知能の低い人とは僕あまりり関わりたくなないわけけんんですけどすどみませちもいい人とか賢い人とかもいるのかもしれないですけどただそのまあ少なくとも落ち込んでいる人とか自分に自信を持てない人に対して自信を持てっていうのが最適解だと思い込んでいる人はまあ僕は今後の人生で関わりたくないとは思ってるんですけどまあその自信を持てよっていうふうに言われてそうですねはいもっと自分に自信を持ちますっていうふうに思える人って そそもそも悩悩くよくよ悩んで悩む悩まないんですよそんな風に楽観的な人間は楽天的な人間は僕たちの思うような自分に自信が持てないんですなんて悩みも持たないからって話なんですよね。そんなことに気づけないようなあの、まあ、人の気持ちを理解しようとしないさっさと別の話に切り替えたいという風に思っているやつらはまあそのあなたに皆さんにその気持ちに寄り添おうとし,してない上に話をさっさと解決しようと。 結論付けようとしている人たちってあなたの人生にとって重要ですか彼らはあなたのことを大事に思ってると皆さんは思いますか皆さんはそういう人と関わることが皆さんの今後の人生の幸福とクリライフを高めることに繋がると思いますか少なくとも僕は思いませんしそういう人たちとの関係をズバズバ切ってったんですけど何の主張もなかった何の主張もないどころかそういう奴らをと一生関わらないようにしたことによって余計なストレスめっちゃ減って でその分空いた時間を自分の大好きな親友とか家族とかそして自分磨きの時間とかに充てれるようになったからめちゃくちゃ幸せになったんですよねだから皆さんも是非自分に自信持てないんですっていうふうにあの大之助と同じように悩んでる方々こそいらない人間関係をバッサバッサと切ってってくださいただバッサバッサと切ってったら孤独になっちゃいますとかあの嫌だけど付き合わなきゃいけないんです大之助はそんなことも知らないのかなんかさっきまであのなんか あの根性論を押し付けてくるのが嫌いとか言ってたのにお前同じことしてるじゃないかっていうふうに思うかもしれないですけどそうあの僕もいじめられていたから分かるけど自分に自信を持てない人間とかあの、まあ、学校と家が社会の全てだったり職場と家が社会の全ての人にとっちゃその職場の人に嫌われないように学校のクラスメートに嫌われないように細心の注意を払ってその狭いコミュニティで生きていく術とかそういう人たちに嫌われないように,に生きていかなきゃいけないって思ってますよね。 だからこそ自分から人間関係を開拓してって職場とか学校以外で居場所を見つけましょうと SNS だったりもうなんなら少なくとも皆さんはこの「大之助」という人間とあのコメント上でつながれるわけなんですよ。自分は友達がいないです,いないですっていうふうに言うんだったらぜひコメントであの友達になってくださいっていうふうにあのなんかコメントいただければコメントあの僕もお返事返したいなっていうふうに思うので一緒にその少なくとも。 自分の人生を変えたいといとう,うに思っている僕と同じように思っているあの同士だと僕は皆さんのことをそういう同士だと仲間だと勝手に解釈しているのであのあまずあなたは一人じゃないですよと同じように悩みもがき苦しむ人が僕とそして同じくあの主張している方々が他にもたくさんいますよとだからコメント欄で「友達いないんです」っていうふうに言っていただいたら他の方々が「あの 僕も同じなんです一緒になんか頑張っていきましょうっていう風に仲間ができるかもしれないしあの副業を始めてみるとかあの社会人サークルに入ってみるとか習い事教室に通ってみるだったりとかちょっと環境を変えてそこで新たな仲間を作ると、まあ、あの狭いコミュニティで嫌われたとしても村八分にされたとしても別にお前らのこともうあのお前らみたいなその承認欲求の塊とか,なんか自分の人生積んでるからその自分のメンタルをどうにかするために。 まあ自分は生きてもいいんだっていうふうに思うために芸能人の荒探ししたいとか周りの,あの、まあ、職場の同僚のコシップを探したいとかしてるようなお前ら暇人に嫌われたところで口悪いなすいません <laughs> ちょっと口悪いなちょっと最近改善しようと思ったんですけどまあそういう方々そういう価値観の合わない人たちに煙たがられたところであの自分の人生何の差し支えはないから別に好きなこと好きなだけ言ってくださいっていうふうに心の底から思えるようになるんですよね。 僕の好きな古事生語で「遠若イズクンゾ広告の志を知らんや」っていう言葉があるんですよね長いし意味分からんすよねまああのスズメの,あの大きな鳥鶴とか大鳥とかくぐいとかの視点はスズメみたいな小さい時には理解できるはずないよねって言葉なんですよねっていう意味なんですよねでまあ皆さんが何か挑戦したいこと夢があるとかまあ大之助みたいに怠惰な自分を変えたい自分の人生もっと幸せをつかみたい あの社宿から脱出したいあの、まあ、死ぬまでにオーロラを見たいとかいろんな夢があると思うんですけどそれを周りに言った時に「やめておけよお前にはどうせ才能ないんだからど失敗するよ」とか「金かかるよ」とか,なんか「これはあなたのためを思って言っているの?」っていう僕の嫌いな言葉のなもうベスト3に入るかもしれないですけど全員を装ってねあのなんか自分と同じ環境にいさせようとする魔法の言葉「これはあなたのためを思って,る思って言ってるのようなんですけど」とか皆さんの足を引っ張ってこようとするやつらがいっぱいいると思いますけど気にせず。 思いい。いい。っききり好きなことに熱中しててくくだだささ羽ばたいてくださいあいつらは階段を登ることを諦めて階段を登ろうとしている皆さんの足を必死に掴んでいるだけなんですよねだから思いっきり前に進んでったら最初は皆さんの顔の周りでピーチクパーチク小鳥がなんかさえずってきてうるさいかもしれないですけど皆さんが思いっきり羽ばたいたら彼らは追いついてこれませんから彼らのいない自由な世界で一緒に好きなことして生きていきましょうということを 今回の動画を通ししてお伝えしたいんですよねでマインドマップの内容あんまり喋ってなかったな。えっと <laughs> まあその皆さんのことを大事に思ってない人間に耳を貸すのはああいうやつらにああ,ああいう方々に皆さんの人生を油断にさせないでっていうふうに思うんですよね少なくともまあ周りの大人とか信頼できないけどあいつらよりも自分の親よりも職場の上司よりも先輩よりも 僕は私は大之助の言葉を信じたいっていうふうに思ってもらえるように頑張りたいし皆さんの人生に役に立つような情報をこれからも提供したいなっていうふうに思うんですけどあのまあマインドマップの内容戻りますねその自信を持てないわけなんですけど持てないと思うんですけど自分を信じると書いて自信なんですよだから日頃自分との約束を守ってますかって話なんですよねで結局その根拠なく根拠なき自信を 僕たち内向的というか臆病な人間が持てるようになるためにはもう徹底的に現実と向き合ってできる限りのことをするしかないわけなんですよね石橋をた叩,叩きまくるしかないわけなんですよ。で <laughs>、まあ、意外なことなんですけど西村博之さんとかメンタリスト大子さんとか中田敦彦さんとか彼らすごい僕たち凡人からしたら大胆不敵な行動とかあの、まあ、言動が目立つじゃないですか。たたただ彼らが今のの自由な生き方にたどり着いたのは 必死に石橋を叩いてなんか僕たち凡人が知らない知識とかを身につけてこれ逆張りしたらいいじゃんってしかもリスクないよねって例えば DAIGO さんがそのインターネット黎明期というかインターネット黎明期じゃないかタレントたちが YouTube に参入するずっと前からあの、まあ、テレビが落ち目になる時ぐらいからさっさとニコニコ動画に参入したりとか。 YouTube で動画配信したりとかで後発で中田敦彦さんも参加しましたけどタレントたちテレビタレントたちよりも早く始めたから今の地位、まあ、もちろん実力もありますけどねあの今の地位にたどり着いてますよねっていうふうにあの彼らは自分の中でそのリスクが少なくなおかつ周りの人たちがやってない行動、まあ、メリットが大きいであろう行動とかを自分の頭で考えて模索してし、まあ、それまでたくさん失敗を睡眠でしてきているわけなんですけど。 行動ししてててきている結果個個ぐらい石を投げて1個当たたりましたっていうような感じが僕たちにとって彼らは一回石を投げただけであのターゲットに命中したすごい腕だっていうふうに感じてるかもしんないけど例えばメンタリスト DAIGO さんもお「お前どんだけ DAIGO さん好きやねん」って話なんですけど、まあ、僕の人生を変えてくれた恩人なんですけど彼はニコニコ動画と YouTube にたどり着く前にもうありとあらゆる Facebook ライブとか。 Twitter の,のライブだったかなツイートキャスティングとかなんか17ライブとかいろんなライブ配信とかを試して最終的にニコニコと YouTube をつなげて大成功したわけなんですよね。でそれまでいろんな物事で失敗してきてるのとかブログとかでも彼は失敗しているらしいんですけどうまくいかなかったらしいんですけどっていうふうにいろんな媒体を試しまくった結果 YouTube とニコニコの,あの,にの,放し放あの放送スタイルにたどり着いてで彼は今ニコニコ動画じゃなくて。 d ラボっていう別の独自配信のアプリを作ってるんですけどみたいなふうにいろいろ試してるわけなんですよね成功したちっていうのはね僕たちが知らないところででじゃあ僕たちが自信を持つためにどうしたらいいのかというともうこんなにたくさんいろんなこと試してきて試行錯誤を繰り返してきたんだから、まあ、ここで失敗したらしゃあないかとか、まあ、ここまでやったら大丈夫だろっていうふうに思えるぐらいまで、まあ、徹底的にやってますかって話なんですよね例えば皆さん 社会人になっている方々にお伝えしたいんですけど学生時代を翻って思い出してみてなんかもっと勉強しておけばよかったなとか部活一生懸命やっておけばよかったなとかあの人に思い伝えておけばよかったなとかいろいろ後悔ありませんで社会人になってなんとなくのほほんと YouTube を見てなんか「大之助」とかいうわけのわからない早口な割に中身ペラペラな薄っぺらな人間の動画を見て今日も一日過ごしちゃったっていうふうにあの日々を溶かしていると。 死ぬ直前とかあのまあ定年の時期とかになって自分の人生空っぽだったなってもっと早くキャリア転換しておけばよかった家族と過ごせる時間大事にしておけばよかった親友と過ごせる時間をもっとたくさん確保しておくべきだった健康に気をつけるべきだったっていうふうに僕たちが今学生時代の自分に対して思っている後悔と同じようなジャンルのもっと全力を尽くしておくべきだったっていうような後悔をお年寄りになってから すする可能性が非常に高いわけなんですよねだからこそ日頃から毎日全力で、まあ、もちろん時には休むこと睡眠時間を確保することとか友達と思いっきり遊ぶこととかも重要なんですけど自分はまあ日頃から本を読んだり筋トレしたりとか副業したりとか、まあ、できる限りのことやってるよねだからまあこれで失敗したらしゃあないだってあのやるだけのことやったもんっていうふうに思うようになったらあのまあ とりあえず失敗しててもいいいからやってみよようという風になるわけなんですよね。まあ、自分なりに完璧な準備をしてこれなんだから、まあ、納得するっしょっていう風に思えるようになるわけなんですよねで、まあ、僕たち挑戦する前からどうせ自分には無理だよ才能ないからっていう風に思いますよねその気持ち非常によくわかりますただ「いろいろやったけど無理でした!」って調査兵団は「今回も何の成果も得られませんでした!」っていう風に判断するのはもうお年寄りで寝たきりになった時に 判断すするのででも遅くなないよよって話なんですよねもう人生100年時代なんだから僕たちの寿命はあと70年ぐらいあるわけなんですよだからまあ少なくともあと50年60年ぐらい好き勝手やってその後いろいろやったけど無理でしたって判断するの遅くないよねってまだ僕たち寿命の半分も来てないんだから40代の方でさえね日本の平均年齢って50歳とか51歳とか49歳とかだったかななんだからもうあのいや大之助20代なんでしょ いやーもう自分は40代だからとか自分はもう50代だからっていうふうに思ってる方々もまだ折り返しでですすよよって話なんですよねだからその自信持てないかもしんないけど最初から自信のある人間なんていないし僕だってそのナルシストみたいに俺どうせ何やってもうまくいくなんて1ミリも思ってないしまああの僕のチャンネル登録者数とか見たらあのうまくいってないのは一目瞭然だと思うんですけどけどまあ失敗した自分を許せるようになる。 きれい事的に言うと自分のことを好きにな,れる,なるためにはまあ行動を積み重ねる努力を積み重ねる今自分ができることに注力するしかないわけなんですよね結局僕たち人間は過去も未来も変え,ら変えることはできないわけなんですよ過去を変えることはできないし未来を決定づけることはできないわけなんですよねで過去をいじめられましたとか親ガチャに失敗しました家が貧乏でした頭が悪い顔が不細工とか ADHD だ HSP だとかいろいろその行動したくない自分を正当化する言葉を並べたくなる気持ちはもう本当によくわかりますただ結局のところ自分が頑張れない理由を声高に主張したところで社会は僕たちのお母さんじゃないんですよねはいはい大変だったねじゃあ手厚くあの扱いますよっていうふうに言ってくれるわけじゃないんですよねで結局人生は配られたカードで勝負するしかないわけなんですよ 言い訳したところで臨時収入は入らないしスタイルは良くならないし顔は整あのなんかイケメンや美女になるわけでもないしそれだったら毎日その,その言い訳する時間があるんだったらアンチコメント書く時間があるんだったら朝散歩したり睡眠時間を15分でも長くしたり自炊したり自分で料理作ったりとか副業する方がまだその悔しかったいじめられていた挫折したその幼少期の辛かった時の自分が、まああいう辛い人生があったからこそ。 他の無造はのほんと生きてきたからこそ自分はその悔しさをバネにここまで来たんだぜとあの大人の自分が幼少期の自分に対して大丈夫お前のその苦しみはいつか報われるからっていうふうに言えるようになるためには結局行動するしかないわけなんですよねで、まあ、自分が世の中で最も不幸だっていうふうに思ったところで自分の人生自分の世界何も変わらないわけなんですよでさらに言えば、まあ、今世界中で戦争してるところとかに比べたら日本 とか北朝鮮に生まれるよりは日本に生まれてるだけでだいぶ俺ら幸せだぜって話なんですよねただ日本の中日本という世界にいるから他の視点から日本人を見たことがないからその事実に気づけてないだけなんですよねでまあ自分よりも苦しい環境でその逆境をバネにして成功している人なんて、まあ、歴史的偉人とか見たらごまんいるわけなんですよ例えばパナソニックの創設者の松下幸之助さんは あの幼少期病弱だったっていうのとそして実家が貧乏だったのと貧乏すぎて小学校4年生の時10歳の時にもう学校中退して田舎の和歌山から大阪に出稼ぎに行くという何ともハードな人生を歩んでいるんですけどそこからパナソニックの元の松下工務店か松下電器か忘れたんですけどそういうところを作ってるわけなんですよね。であなたの人生は松下幸之助さんより不幸ですかハードモードですかって話なんですよね。 まあ少なくとも僕はいやー松下さんの方があのしんどい人生だったらだろうなっていうふうに思うんですよねだから僕はそういう偉人の話とか聞いていかに言い訳している言い訳して行動しない自分がいるのかっていうのをあの知って自分が恥ずかしくなりましただから言い訳する余裕があるんだったら行動しようっていうふうに思うようになったんですよねでじゃ何したらいいのかというとまあ 将来のの自分のためにななるよううこととをしましまょうと読書でも運動でも副業でも食生活改善でも大事な人の感謝を伝えるとかでもいい自分の親友とか親と過ごせる時間を増やすとかそういうことでもいいから将来死ぬ直前にあこれやっておけばよかったなっていうふうに思えるような死ぬ前にやりたいことリストを少しでも埋めておく行動をするとちょっとずつまあやりたいことをやってるから もし仮に交通事故で死んだとしても今心臓麻痺で死んだとしてもまあ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 ,あの少しでも悔いを減らしておいたからまあいっかっていうふうにまあそういういろんな経緯も含めて自分のことを受け入れられるようになるんですよねだから何歳からでも人は変われるんだから自分の人生を変えるのは遅くないんだからそして何より自分の人生を変えられるのは親でも兄弟でも親友でも先輩でもなくあなた自身だけなんだから。 今の自分に満足してないんだったら一緒に行動していきましょうねねってて話なんですよ、ね、っていうことをお伝えしたかったですちょっと長くなっちゃったんですけどそれだけその、まあ、僕の人生観を変えたような大事なお話だったのでまあ僕と同じように悩みもがき苦しむ人たちの背中を押せたり力になれたらなというふうに思って今回のお話させてもらいましたもちろん僕の考えが世の中で最も正しいなんて1ミリも思ってないので異論とか、まあ、いろんなコメントとか 異論と,、えー、と,とか、まあ、賛同の声とか何でもいいので皆さん自分のか感じたこと思ったこととかをアウトプットとして例えば僕のコメント欄に書いていただけたらなっていうふうに思います、まあ、それか僕と同じような悩みで苦しんでいる皆さんの大事な方々親友とかお友達とかご家族とかがいたら、まあ、僕のこの動画なんか大之助とかいうわけのわからないやつがわけのわからないけどなんかちょっといいこと言ってるからちょっと聞いてみてよっていうふうにシェアしてもらえたら。 あの喋った喋り冥利に尽きるなと皆さんのお役に立てて嬉しいなっていう風に思うので、まあ、何せよ僕もいっぱい挑戦して失敗して、まあ、恥をかく様っていうのを皆さんにお見せしていくので一緒にいろんなことに挑戦して少しずつ前進して自分の世界を変えていきましょうということをお話ししたかったです。ということで今回は以上バイバイ